トメガさん敵いますよ。胡蝶さんが襲われかけてる。許さん。うわちょっと待って。こう富岡さん。俺の胡蝶に何しやがる。痛かったやろな、あれ多分。マスギ人間。元気してました。もう元気中の元気ですよ。元気100倍アンパンマンって言ってねこれ。富岡さん。はい。はい、じゃあ炭治郎。あれ。富岡キールだ。好きな食べ物は鮭大根。よろしくな。よろしくお願いします。キモ。俺は気持ち悪くない。キンだいぶ気持ち悪いけどな。最後に炭治郎。はい。今日動物園に行って猿に餌あげたら投げつく噛んだ今日動物園に行って猿に餌あげたら投げ返されました。どうも炭治郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいそう。それガチなの？投げつけられ投げ返されたのはガチです。あ、ガチなんだ。猿に聞く一の方。なんだよ。固まったんだよ。あ、待って。入れてる入れてる。あと炭治郎。あ、来た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 。これだ。俺まだロード中だよ。いや、多分大丈夫だと思う。いけるはず。来い。ちょっと来い。まず来てからだよな。炭治郎は入った。あとは富岡さんだけですよ。富岡さん来い。海鮮の来い。俺が半日早ければ。来たかな。いるけど。え、あ、いる。来た。さあ、どこ行きます？ちょっとせっかく来たからもう絶対死にたくないんだよな。主役は遅れてくるか。ここ行きますか。俺だ。左上、左上、左上。あ、よし。すごい重たい。カクカクする。なんか声ラメってない？え、富岡さんなんか響いてない？今日声。俺は今。うん。天国からいい。ああ。こういうキャラだっけ。音が叫ばすっていう。富岡さん今どうせ風呂でやってるやろ。絶対。そういう趣味あるやろ。そういう趣味ありますね。絶対そういう趣味あるやろ。何こそ少し何もないじゃないですか。誰ですかここチョイスした人。炭治郎です。おい炭治郎。俺。卵パチロウくん。待て。待て。違う人だ。炭治郎がやりました。炭治郎が選びました。俺じゃない、違う人だ。やばい。なんか、え、やだ。え、なに？やばい、吐きそう。あなんか、みんなおかしいよ。炭治郎がお釜になるし、富岡さん風呂でやってるし。あれ、私はいたって普通ですか？あ、忍さんいたって普通ですね。ちょっと辛口やけど、いつもより。やばい。さっきから変な声出してるし。超カクカクする。バトマに動けない早くこっち。富岡さん早くこっち来いよ。早くしろよ。なんかすごいなんかあの動きが F1 カーみたいになってる。なんだろうこれ。あとにかくうるさい。池田君も作ってあげませんよ。それはやめろ。それは困る。え、二人もしかしてできてるんですか。俺は胡蝶の鮭大根しか食べなかった。バレちゃいましたか。え、胡蝶さんと富岡さん付き合ってる。向こうからのアプローチがすごくて。俺に毎朝鮭大根を作ってくれ。鮭大根めっちゃ好きやん。でも胡蝶さんってなんか富岡さんに対して恋愛感情なさそうだったのに意外ですね。もうすごくてしょうがなく。ってことは富岡さんからもうグイグイいったっていう感じなんですかね。そういう感じなんですかね。どうなんだよ。そういう感じですね。じゃあまあ付き合った記念にビクロイプレゼントしますか。炭治郎。そうだね、ロマンティックあげるよ。マスギ人間。富岡さん嫌い。なんで。富岡さん嫌われてますよ。この試合で胡蝶さんにかっこいいとこ見せつけないと振られる可能性ありますよ。これそれはまずい。これ何ですか。ロケット花火って書いてありますけど。新しいやつだ。ロケットワナビー。これ何に使うんですか。試しに富岡さんに投げてみるっていうのはどうですかね。いいですね。ちょっと横になってくださいよ。校長さん、校長さん、ちょっと待って。これも使ってください。とりあえず人で試そうとするのジャイアンなんだよな。おい、伸びた。野球しようぜ。おお、おお、すごい。おい、伸びた。これめっちゃ強いじゃない。これ結構強いですよ。クッション。ドア開けた瞬間、花火飛んできた。マスギ人間。富岡さんは校長さんのどういうところに惹かれたんですか。やっぱり。
笑顔かな。確かに校長さん可愛いですもんね。炭治郎も結構ドキドキしたシーンあったんじゃない、あの屋根上でさ、なんか、はいはい、瞑想してる時横にスッてきた、あれ何これはいい匂いしましたね。あかん話だこれ、富岡さんに聞かれたらあかん話かもしれん。おいかまど、富岡さん敵いますよ、校長さんが襲われかけてる。許さん、汚い鬼に今日助けて、結論にこっぽずってよーく見とけ。結構ガチで戦ってる、しかもうわーちょっと待って、こう富岡さん俺の誇張に何しやがる。痛かったやろな、あれ多分そのためにわざわざ死んだやろな。どこだ、気持ちいい。校長さん大丈夫ですか、あのこっちにもいる、助けて、こっちにもいる、こっちにも無理、犬あっとね、ギリギリ。富岡さん助けてくださいよ、富岡さんどうしたらいいんだ、やばいやばいやばい、富岡さん、富岡さん早く、ここ空いてる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 、どこどこどこ、あのめちゃめちゃカクカクするんだって。富岡さんカクカクしてても戦えるやろ、富岡やねんから。だって暴論だって富岡やねんから、入れないんだよ、入れないし、なんかもう、あ、イライラする、あ、落ちた、あ、いいあーもうもうやだこれ、本当にもうゲームにならない。富岡さん、綺麗に落ちてきたんだけど、富岡さん、ポント、なんかのポントこれ富岡さん、ずっと不機嫌やん、今日今日ずっと不機嫌やで、富岡さん超面白かった、面白かったずっと怒ってる、今日。いやもう、ほんとに私より怒ってますよ、ほんとにこの格格闘力もう最悪、マシリンゲン、カイちゃんです、どうもカイちゃんです、どうもカイちゃんです、カイピエンピエン、どうもカイちゃんです。じゃあね、まあ校長さんと富岡さんが付き合ったっていうのを聞いたんでね、炭治郎と俺二人でね家を作りました、お二人のために。まあここに住んでもらおうかなみたいな感じなんで、ちょっとついてきてほしいなっていう。楽しみだな。あれここクラブじゃん。あ、ここクラブです。あ、ちょっと先お家見てほしいななんて。あ、ちょっわあすごい、宇宙船乗ってる、富岡さん宇宙船の下にぶら下がってる、ぶら下がってますよ、乗ってるというかぶら下がってる宇宙船に。え、そうなの、めったにないやつや、ほんとここです、ここです、ここです。ちょっとこっちから入ってほしいな、みんな。マイクラの初期の家みたいな。え、確認して。あ、いやいや、そんな。そうそう、ここでね、まあ、ここから入って、ただいまーつって入ってって。なんか、まあ、ここでね、料理とかして。カチャカチャ、あ、あ、あ、ちょっと、あ、なんだ、え、あ、炭治郎、なんでキッチンお前持ってこんかってん。ここ変なスペースあるやんけ。そうですよ。おい、台無しやんけ。外で、あの、焼こう。まあ、それもええな。ただいま。あ、おかえり、おかえり、あ、だ、おかえりなさい。何をしていた？顔がキモすぎてちょっと惹かれてたな、今。どうかさ、惹かれてた。お料理、お料理です。ほら、ここに料理があるでしょ。これ、料理か。これは何だ？これは何だ？薬草スープです。鮭大根じゃないのか。違います、毎週水曜日は鮭大根っていう約束じゃないか。文句があるんだったらもう食べないでください。喧嘩しないで、二人喧嘩は。あ、なんだこれ、犬か、申し訳ない。ここら辺で攻めてくるっていうね、鬼がうらーっつって鬼が攻めてきて家を壊されて、水の呼吸一の方水車、うわーみたいなね、こういう感じですね。あ、我が家が壊れてるんですけど。一回で犬も逃げるというね。なるほど。野良犬になっちゃった、伸び犬じゃなくて、伸び犬から野良犬。のびちゃんがどっか行っちゃった。伸び犬から野良犬になっちゃった。登れないわ、もう脳なしじゃねえか。富岡さんなんか掘ってクラブ行きましょうよ、校長さん。クラブ、もうクラブ行くしかないですね。クラブここやったっけ、あんなアホ掘っといて。なんでそんなこと言うんだ。毎回いいっすよ、お前だってカクカクやもん。いいじゃないか、カクカク。
ちょっと登れない。腰もカクカクだし。やめろ。